野崎チャンネル。ちょっ、さあ月曜日です。そうチェックということで、交流戦2カード目、金土日の試合、早速解説していきましょうということで、ソフトバンク対広島、31日の試合、2対1でソフトバンクの勝ち。というところで、ソフトバンク先発モイネロ7回100球3安打、9三振2四球1失点広島先発大瀬良7回107球4安打8三振4四球1失点というところで、まあ、両投手ともに素晴らしいピッチングでしたけども、まあね、いきなり初回から動いて、広島はね、初回2アウトから菊池がねレフトスタンドへホームランで、ソフトバンクも1回ね先頭柳町のセカンドゴロを坂倉がねちょっと飛び出しちゃったように慌てて帰ったんだけど、まあ、菊池のね、送球がちょっと低かった、まあ、ノーパンだけどね低かったっていうところと、まあ、振り向きざまに取らなきゃいけないっていうところで、キャッチングミスでエラーで出塁でノーアウト一塁から今宮が、ライト右中間のねタイムリーツーベースで同点で、あとここだね、ノーアウト二塁から柳田山川ね、ここ連続三振で近藤栗原フォアボール出すけども川村にね、三振というところで、まあ、ピンチを作るけどね、そこからは、3アウト全部三振に打ち取った大瀬良ね、非常に粘り強かったけども、ホークスとしたらここで、だからホークス最近この交流戦もそうだけども、なんかこのここぞっていうところでパポポンって出てたね、あのヒットが出なくなったっていうところが、ちょっと今まで接戦とかね、ちょっと1カード目もそうだけども、ちょっと得点がね少ないっていうところにもあるし、なんとホークス激震というところで柳田選手ハムストリング痛めて、ちょっとこれ登録抹消されるんじゃないのかなっていうね、ところでは、まあこれがまだ交流戦でよかったけどね、またパリーグと対戦しないっていうところでね、何回も言うけども、その日ね全パリーグのチームが負ける可能性もあるから、どっかにね大きく負け越すとかもないからね、対あの同じリーグでね。でもホークスの敵は何回も言うけども、敵は怪我っていうところで、まあ今後ね、まあ軽傷だったらいいけどね、どうなるのかっていうところはあるけどもね。でその後ね、もうカープも、まあ、2回三者凡退、3回はね初球をフォアボールで出すけども、ここで盗塁するけども甲斐キャノンがしっかり刺して、で4回もフォアボールでランナー出すけども、ここもヒットがね、全然ない、モイネロがねしっかりあの抑えていくっていうところで、で6回ね初球がセンター前ヒットでね、塁出て盗塁成功して、秋山がね、進塁打最後ねしっかり打って、ワンアウト三塁チャンス作るけども、矢野レフトフライ、これ浅かったからね返ってこれない、で菊池三振、まあ、このねカーブらしい出て走る出て走るっていうところでねチャンス作っていくけども、ここね1点欲しかったね、ここでなかなかね点もう最悪スクイズでもよかったかも分かんないよね、まあ、7回表ね先頭、小園がね、内野安打で出るけども、まあ、末兼坂倉連続三振で、宇草がファーストゴールで1点取れず、だから、先頭で出る。で、8回、前澤がね、内野安打で先頭出るけども、初期送りバンドを決めて、ね、秋山ファーストゴロで、松山はね、フォアボール。で、菊池もフォアボールで、ツーアウト満塁で、最後、小園がね、センターフライでアウトっていうね。だから、終盤ね、ノーアウトでランナー出すんだけどね、なかなか連打が続かない。まあ、そこはね、しっかりホークス投手陣がね、踏ん張ったっていうところもあるし、まあ、ホークス的にもね、2回先頭回がレフト前ヒットに出るけども、その後ね、後続続かずとかね。で、まあ、なかなか連打が出ず、こちらもね、なかなか苦しい展開。で、5回の裏には2アウトだけども、ランナー1、2にチャンス来るけども、山川がね、サードランフライ、ファールフライっていうところでね、アウトになって。で、7回にも先頭回がフォアボール。で、川瀬が送りバントを決めて、で、ここでね、シュート、ダイソーシュート出てきたんだけど、3投で、一気に3投盗んで、ね。行くけどもね、柳町三振、今宮ね、センターフライ、だからここでね、シュートが足で生かしたところもね、得点できなかったのもね、痛かった。まあ、その中でね、8回、ワンアウトから山川センター前、で近藤のところでね、ワイルドピッチ、あれ、な坂倉、まあ、坂倉もファーストからキャッチャーとか両方やってるからね、難しいと思うけども、あれね、行きたかったね。で、ワンアウト一三塁になって、ね、あ、近藤がセンター前ヒット打って、ワンアウト一三塁になって、栗原はね、レフトへ、もう、結構深いところからね、犠牲フライ。で、この1点を取って、最後はね、しっかり、松本大津なんかね、しのぎ切るっていうところもなったんで、まあ、あのワイルドピッチ痛かったね、あそこで進塁させて、近藤のヒットでね、まあ、そのワンチャンスをものにされたっていうところで、まあ、大瀬良も踏ん張ったけどね、まあね、カープ今首位っていうところでね、非常に粘り強くいい戦いだったし、ホークスもね、ここで勝ち切れたのはね、巨人戦巻き越してるだけでね、初戦は大きかったんじゃないでしょうか。ソフトバンク対広島、1日、6月1日の試合、2対0でソフトバンクの勝ちということで、広島先発玉村、6回103球、6安打5三振、1四球2失点というところで、エラーからだからね、俺はもういいピッチングだったなって思うけどね、ソフトバンク先発大津、7回110球、5安打6三振、無四球無失点と、まあ、ストライク先行でね、フォアボールもなく、しっかり緩急をつけながら、いつものピッチングでね、素晴らしい、投球だったと思いますね。
ここまでね、5月25日だから、まあロッテ戦ね、ちょっと負けちゃったけども、その時も2失点だからね、1年間通して本当にね、ここまで安定したピッチング、できてるんじゃないのかなと。まあその中でね、広島は2回ね、ワンアウトから末金が2ベース打つけども、奥さん林とね、続けず。で、3回も三者凡退と、1、1、3とね、大津にね、完璧な立ち上がりを許したっていうところはあるけども、まあソフトバンクはね、初回、ワンアウトから今宮栗原がね、連続ヒットでチャンス作るけども、山川近藤が1本出ず。で、2回も先頭中村晃フォアボールで出塁するけども、3者連続その後三振で1点取れずっていうところで、ランナー出すけどもね、なかなか得点に結びつけないっていうところで、3回の裏、先頭ね、佐藤直樹、ね、柳田が故障で全治4ヶ月、今シーズンね、戻ってこれるか戻ってこれないのか、戻ってこれたとしても、クライマックス、日本シリーズなのかっていうところのね、怪我の中、佐藤直樹育成になってるところをね、試合下にして、いきなりね、電車で来て、ね、スタメン、スタメンね、1番、ね、その中でショートゴロ、矢野が悪送球、ファースト好投、ね、ここまでピンチをね、矢野の守備で救ってきたけども、このエラーは痛い、ね、でその後ノーアウト2塁から今宮がねライトに先制タイムリーヒットね。でその後、栗原アウトで山川三振ね。でここでね今宮が盗塁したところ石原がね悪送球でね今宮三塁まで行って今度のレフトにタイムリーヒットで2点。ここ2つのエラー絡んでるからね。だから俺言ってや前のカードの最後小園がポケットだってでボールがどっか行くとかね、そういったところでいい感じで首位になっていい感じで連勝してて、そんな隙見せたらね一気にやられちゃうよと、油断最大の敵だよとね言ったところで、結局そっからもね昨日もそうだけどこれミスがね命取りになって失点していくっていうね、運を逃すのは早いのよね。でその後ね広島ランナーも出すけれども最大のビッグチャンスはまあ6回かな、ツーアウトから野間菊池がね連続ヒットでツーアウトに三塁だけども小園がサードゴロっていうね、まあ、あの連勝中の時ね末金のホームランっていうのもそうだけども、こう小園がねチャンスでコソコソコ打ってたっていうところもあるけども、まあ昨日ね、おとついのソフトバンク2連戦ねチャンスで小園がね1本出ないっていうところがね、まあなかなかね今の広島が、得点を上げれてないところかなと。この試合もね、琴野が4打数ノーヒットということで、3割ね、切ったしね、この打線のつながりっていうところではやっぱ琴野のね存在感は大きいなっていうところもあるけども、ソフトバンクはねその2点を取ってね、あとはもうリリーフでしっかり踏ん張っていこうっていうところで、大津ヘルナンデスオスナがね、完璧なリリーフで踏ん張って試合を締めたっていうところでは、ソフトバンクもねちょっと打線が今湿りがちだけどもね、その中しっかり投手力でね補って勝てたっていうところは大きいし、カープはね今苦しい状況の中でやっぱそういうミスしてたらね勝てないんで、こっからねちゃんと絞っていかないと、うんダダダーって下がっていくよっていうところの試合、2対0ホークスの勝利でした。続いてホークス対カープ、5対3でソフトバンクのサヨナラ勝ちということで、ホークスは3連勝、まあ、ジャイアンツ戦ね負け越したんでどうかなと思ったけども、きっちり3連勝でこの週ね4勝2敗とね、しっかりカード勝ち越しと同じような成績になるっていうところはさすがホークスで、カープはね3連敗だから俺言って油断見せたら流れとか月とか手放すの早いよっていうねところ、勝って兜の大締めよっていうねところで、勝ってる時こそ慎重にっていうね、ところでしたけども、カープ先発アドはね4回3分の2 79球4安打3三振2四球リデッドボール3失点で、ソフトバンク先発和田ね5回87球2安打6三振1四球1デッドボール無失点、和田のあの対右へのインコースね全盛期パリのね角度もついたキレのあるストレートの内容出たね、まあ、勝ち星がねつかなかったけどもね、その中で2回の裏ソフトバンク先制というところで近藤がね、ホームラン、そして中村晃がツーベースの柳町がレフト前タイムリーヒットというところでね、しっかり2点先制で、4回の裏にもワンアウトからね近藤中村がフォアボール、ワンアウト1、2から柳町がヒットというところで、このね、柳田のね怪我で離脱したところでね、この山柳町の存在の大きさがねよく表れているねこの試合でしたね。まあこれもねスンって終わりたかったけどね、まあカープはねほぼほぼチャンスもなく、まあ唯一あったのが、まあここからね3回ね、二股デッドボール、矢野送りバンドで秋山ヒットでワンアウト1、3塁で、ここでね野間がダブルプレーっていうところで、ここ外野フライでも打ててればねちょっとまた違ったか分かんないけども、ね、なかなか苦しい中、9回ね、この日オスナがねベンチ入ってないっていうところで、ヘルナンデスがね、最後守護神でね、3対0から出てきましたけども、先頭小園がねセンター前ヒット、それからねアウトになるけども石原レフト前ヒットで、代打相澤三振で、2アウト1塁から田中がなんとライトスタンドに3ランホームラン、同点、このまま勝ちきれるかと思ったけど、これを勝ちきれないところがね
で勝ち切らせないところがホークスの強さ。10回裏ね、ツーアウトから尾形のフォアボール、島内、結局このフォアボールだよね、後々考えたらね。で近藤がライトスタンドへサヨナラツーランホームラン、近藤2本目グッバッティンググッバッティング、ね、で結局この無類の強さ、もう近藤のまた延長の強さ、素晴らしい。5対3一気に逆転勝ち、島内3敗目。島内の能力と島内のポジションで3敗はちょっと痛いよね、このまだ6月ね始まったばっかりっていうところでね。でもソフトバンクはね、そうやって柳田が怪我してもね、柳町がしっかり頑張るっていうところでもね、本当に今年試合はね、いい試合、いい内容で、ここに向けては明るいね、非常にいい選手が活躍した素晴らしい試合だったんじゃないでしょうか。結果ホークスの3連勝でした。さあ続いて、ロッテ対阪神、5対4ロッテのサヨナラ勝ちということで、この日ね、千葉テレビ、サンテレビ、 KBS 東京都のね解説で佐々木言ってましたけどもね、阪神先発青木4回88球8安打三振0、1四球、3失点というところで、まあちょっと苦しかったね。まあ解説でも言ったけど、フォームとバランスがちょっと悪いっていうところと、まあストライク取るのにやっとこだから、まあキャッチャーの坂本もね、どうやったら打ち取るとかね、こうやって配球しようっていうよりも、もう常にもうストライク投げる球優先みたいな感じになってきてるからね、それはなかなかちょっとね、厳しかったかなっていうね。ロッテ先発美馬、5回3分の1、96球、6安打2三振、4四球3失点っていうところで、まあ本当はね、佐々木朗希がこの試合投げるっていうところでしたけども、まあね、疲労回復できず、登録抹消というところで、まあ美馬にね、ベテランよろしく頼むよっていうところで投げて、まあ、5回3分の1、3失点。まあ良くも悪くもないけども、最低限のね、仕事ができたっていうところでは、まあよく頑張ったんじゃないのかなっていうね、ところはありますけども、阪神はね、2回先制。先頭糸原レフト前ヒット、前川フォアボール、木浪がね、ファーストファールフライ。で、島田がファーストゴロ。で、ツーアウト2、3塁になるけども、坂本がね、マンブリセフティっていうね、サードにボテボテのゴールでね、内野安打で、まあ、打点っていうね、こう解説でも言ったけども、こう、木浪送りバンドでよかったんちゃうかっていうね、で、序盤だったら島田ね、ところでは内野も後ろに下がってるからね、そこで1点確実に取れるっていうところもあるかなっていうところで、これノーアウト、ね、1点も取れなかったら痛いなっていうところだったけどもね、まあ、ここね、しっかり1点取ったけども、3回の裏ね、ロッテ、友杉センター前、和田フォアボール。で、ここで荻野もね、4-6-3ダブルプレーっていうところでね、このね、こうバンドやろうとできなかったんだよね。で、4-6-3ダブルプレー。いや、これ痛いなと思ったらね、ツーアウト三塁から、なんと小川がね、見事にセーフティーバンドをして、ツーアウト三塁からね、それがものの見事に決まって、ファーストセーフで同点。で、4回裏には、先頭ポランコがレフトでツーベースね、フェンス直撃打つけども、レフト島田からセカンド送球。若干バウンド変わったかな、セカンドね。中野あれ取ってたらね、確実にポランコアウトだったと思うけども、それが取れず、ポランコにまたって大きく打球がね、転がっていって、ポランコはね、三塁、進塁。で、ノーアウト三塁からきっちり安田に初球ね、犠牲フライで勝ち越し。で、ここで終わらないで、中村レフト前ヒット、佐藤セカンドゴロになるけども、ツーアウト一塁から友杉がレフト前ヒット、ツーアウト一塁から和田がね、ライトへのタイムリーヒットっていうところで、ね、3点目。でも、ここで気になるのがね、大山がね、ホーム、佐藤俊也、楽々アウトや、感じしなかったんだよね。あ、ホームギリギリかも、ひょっとしたらいい球来たらアウトかもっていうところで、大山がファーストでカットしてサード投げたんだよね。もうもちろんサード友杉がね、三塁狙っていったのも友杉がセーフなんだけども、あれ謎だったね。まあ最悪確実にアウトになるんだったらいいけども、サードにも投げてセーフだし、あれだったらホームにもつなぐ、もしくはスルーしてホームのタイミングにかけるって言ったところでも、俺はタイミング的には面白いタイミングだったから良かったんちゃうかと思ったけども、ちょっとあのカットは謎だったね。でこれで3対1になって、いやこのままロッテ勝つのかなと思ったけども、6回の表ね、糸原センター前で前川がね、もう3ボール2ストライクから右中間へプロ入り初の同点ホームラン、頑張ってね。まあここももうね、青柳と一緒で美馬がね、もうフォアボール出すのを嫌がって、もうとにかくストライクに投げる球っていうね、打ち取るとか打ち取らないよりもストライクに投げる球っていうのを選択して、高めに入ったところをね、完璧にホームラン。まあその前のね、レフト線へのファウルもめちゃくちゃいい感じで打ってたからね、で素晴らしいっていうね。でここで同点になって、で7回表、ワンアウトから、大山がね、右中間へのライト、ね、右中間のツーベース、糸原三振するけども、ここね、ツーアウト二塁で前川右京、こう解説でも言ったんだけど、まあここは敬遠でいいでしょうと、
敬遠できないでしょうと。でね、小野慎吾コーチが、マウンドに行って何やらゴニョ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 喋って、で行って、あ、勝負なんやっつって、1球目カーブワンパンボール、2球目カーブ全然クソボールね。で、あ、もう、これで申告敬遠かと思ったら、ね、なぜかインコースまっすぐ選択して、その日ね、ピッチャー菊池ね、あのその前の糸原にはね、最後インコースのね低めのストレート決まったけども、それまでほぼ真ん中に入ってインコースのストレートが今日一番制球悪いな、決まればいいけどもっていうところで、ツーボールから謎にインコースのストレート行って、まあ、そこそこいい球行ったけども、前川がねそれをしっかり引っ張り込んで、バットは折れたけどもね、しっかりコンパクトに振ったことによってライトへの勝ち越しタイムリーヒット。まあ謎采配でしたね。だからまあマウンドに集まって何の話を伝達したのか、何を言ったのか、まあ、その後打たれた後ね、吉井監督と小野コーチがなんかゴニョゴニョ喋ってたけども、もう謎だったね。何を言いに行って何をしたかったのかね。まずあの初球ボール、カーブボール、2球目カーブボールって全然ストライク取れへん球選択して、あ、もうだからこそフォアボールでいいんやと思ったら、謎に3球目インコース行って、でそれ打たれて同点って、いや、ベンチからマウンドに何を言って、何をミーティングして、何を確認し合って、でどういう風な思いであれがああなったのか、もう謎ですね、正直。まあ、でも阪神としたらね、もうこの日はもう糸原前川がね、一番打線の中ではキーポイントってね、解説の時も言ったけども、まさにその通りでね、前川が同点ホームランを打って、この勝ち越しのタイムリー打つっていうね、完璧な流れ、ロッテは謎で、その中でまあそのまま終わるかなと思った時にね、7回切り式、ピンチを作るけども、最後ポランコね、セカンドゴロで乗り切って、で8回ね、岩崎、3人で抑えて、で9回ゲラとね、まあこのままね、完璧な流れの展開だったけども、先頭ね、友杉がセンター前ヒット、カットボールね、あのセリーグがね、苦しむなくカットボールで、和田が送りバントを決めて、ワンアウト二塁から外フォアボールで、ワンアウト一二塁から、小川がフォアボールで、ワンアウト満塁からね、高部がレフトへ犠牲フライを打って同点で、ここでね、ランナーが満塁からのね、高部のタッチアップで二塁ランナー岡と一塁ランナー小川がね、引き連れてタッチアップもして、でツーアウト二三塁になってポランコが敬遠で、代打大下がね、キャッチャーフライ。もうこれスーパー結果論だけども、やっぱヤクルトね、時ポランコポランコで来てる中で、スーパー結果論だけども、この岡と小川タッチアップしなくてもよかったんじゃないか説。ね。そしたら2アウト1、2になってポランコ。まあ勝ったからいいけどね、ここでさよならもうあったんちゃうかっていうね。だって進塁したら絶対敬遠されるからね。そういったところではね、まあスーパー結果論だったけどもどうなのかっていうね、まあ敬遠者方必要かなっていうね。で、10回表ね、阪神は2アウトね、1、2チャンス作るけども、京都はことごとく近本をね、敬遠してっていうね、中野の勝負で中野がファーストゴロで1点取れず、で、10回の裏ね、ピッチャーゲレからウルシャ、2アウトから友杉がね、レフトへヒット、ね、で、ここで友杉盗塁、グッド盗塁、ね、で、和田がフォアボール、で、2アウト1塁から今日も広見ないとかっていうところでね、初球の変化球を引っ張り込んで、レフト前だけどもね、まあ、レフト前進してたからホーム帰ってこれず、で、2アウト満塁から小川のね、押し出し、サヨナラ、フォアボールで、ロッテのサヨナラ勝ちっていうところだけども、タイガースのね、まあ謎なのはね、こう何回も解説の時も言ったけども、まあ、この試合ね、この試合はもう糸原前川でしょっていうね、ところで9回かな、その糸原に、代打渡辺、ショートゴロ、そしてね、前側に代打原口、まあ、原口がね、レフト前ヒットを打つんだけども、まあ、その後2アウト1塁からね、あのまあ鈴木にね対して1回牽制を入れて、次牽制ないやろうと思ってね、代走ね、熊谷が、走ってね、牽制におびき出されて立っちゃうとっていうところで、やっぱりこのね、糸原前側がねポイントで、この9回に変えて、まあ、そのままね、ゲラで勝っていくっていう流れだからね、まあ、このまま勝つやろうっていうね、多分安心油断っていうのがねあったかもわかんないけども、まあ、延長のことも考えると DH も解除して、まあ、このまま勝つでしょう流れだったけども、やっぱこのね、やっぱ流れを失ったら、やっぱ前川小川の川コンビが今日で活躍するって解説の時もずっと言ってたんだけども、まあ、ここもねちょっとマイナスの方向に働いたからっていうところと、まあ、10回のね、この最後ね押し出しになったね、小川ね、ウルシャラに、初球ね、ストライクで2球目ファール、ここで2ストライク簡単に、追い込んで3球目、このね阪神独特のね満塁で謎に外にアウトコースにストレートを外すっていうね、これ解説でも言ったんだけども、でその後ねフォークボールフォークボールになって、でそれだったらもう2ストライクから低めのフォークボールでよかったんちゃうかって、俺はいつももう、しかも満塁だからさ、俺はそんな余裕ないと思うわけ、その1球
様子見とかね、せっかく2ストライク追い込んだからもうそのまま低めにフォークでドンで振らなかったらワンボール2ストライク、その反応を見てもう1球フォーク行こうかな、まっすぐ行こうかなっていうのを決めて、じゃあもう1球フォーク行きました、で2ボール2ストライクで、もう1球フォークかストレート、こう余裕ができるじゃん。でもね、1球ボールをわざと使ってフォーク見逃されたら2エンド2だからもう余裕なくなるわけで、フォーク行ってまたワンパンになってね、で見逃されて3ボール2ストライクになって、なんかバッテリーの方がね優位性だったのに、気づいたらバッターの方が優位性になって、で最後ね押し出しフォアボールさよならっていうところで、やっぱりあの2ストライクからの外のボール球のストレート、まあいらなかったと思うね、正直ね。まあ結果的にあれ抑えれればよかったけどね、そういうのは結果的に後で自分の首絞めるっていうところもあるから、まあ解説の時も何回も言ったけどね、あそこのあの2ストライクからの外のボール球の1球外したのがね、結果的にね、まあ結果論でもなるけども、結果的にあれがねさよならの呼び水になったんじゃないのかなっていう感じがしたところもあるし、やっぱりねその前川小川のね、この日本当にキーマン、タイガースは前川、ロッテは小川っていうところがキーマンだったところ、最後まで試合に残ってた小川、途中でいなくなった前川、これも何かね勝負のあやで流れを変えた、もしくは失った、引き込んだっていうところね、この微妙なところだけども、結果論で解説で結果から解説していくと、そういう風な流れにもなったんじゃないのかなっていうようなね試合展開でったし、そういう思いでね解説してましたけどもね、サンテレビ、 KBS 京都、千葉テレビをご覧の阪神ファンの皆さん、どうでしたかというところでね、初戦はロッテの5対4さよなら勝ちでございます。さあ、ロッテ対阪神、6月1日の試合、3対2ロッテまたもさよなら勝ちということで、4試合連続延長、佐々木もこの2試合両方行って両方延長疲れました、はい、ということでね、3対2ね、阪神先発ビーズリー、6回106球3安打1三振3四球2デッドボール1失点ということで、ここまでね、あの11、12イニング投げてフォアボール2つと制球力めちゃくちゃ安定していたビーズリーが、まあ被安打3だけども5四死球とね、まあ荒れたっていうよりね、まあやっぱり味方が点取ってくれないし、点取られるわけにはいかない、今連敗中、相手は連勝中、やっぱりコース狙ってね、しっかり投げていかないとっていうねところ、あとはちょっとね力みも出たところがあったんで、そういったところはねちょっとメンタル的な感じが、この5四死球になったんで、まあそこまで心配しなくていいかなっていうね、まあその中でも1失点で抑えたっていうのは素晴らしいピッチング。ロッテ先発田中ね、5回84球2安打6三振1四球無失点ピッチね、まあストレートスライダーカット、まあカーブもあったかな、あとはまあチェンジアップ系のスプリット、非常にいい形でストライク先行で勝負できてね、ボールもあったけども、そんなね目に見えて荒れてるっていうよりもいいところ狙ってボールっていう感じだったんで、制球も良かったし安定したピッチングで、5回無失点素晴らしいピッチング、だったと思います。まあその中でね、ロッテは4回裏先制っていうところでワンアウトからね高部がファースト内野安打、この内野安打もねビーズリーが最初ね、最後ね、ホーム踏むときに足合わせたのが、なんかゆっくりになったんだよね。それによって、高部がね、パーって足抜けちゃったっていうところもあるから、ここら辺はもったいない。普通だったら完全アウト。ね。で、その後、外がライトフライでアウトになるけども、ポランコデッドボール、つま先に当たってね。で、ツーアウト1塁から安田のね、ファーストゴロ。ファーストゴロがアンツーカの土でバウンドして大きくイレギュラー。で、大山が取れず、アルバムは取れないね。だからこの1点ね、取られなくてもよかったよね、この高部のやつも。まあ、エラーじゃないけど、ミスっちゃミスだからね。こういったところはね、ロッテもね、かなりね、運がある。ね。で、阪神はね、6回表、2アウトから、上田がね、マンボリセーフティーね、キャッチャー前、内野安打。まあ、佐藤がね、投げ落として足がね、ちょっともつれたけども、まあ、あれは投げててもセーフだからね。で、その後、糸原センター前ヒットで、2アウト1、3塁。で、近本がフォアボール。で、2アウト満塁から前川右京ね、押し出しのデッドボールね、この回からね、中村が、交代したけれども、2アウトから持って最後デッドボールだからね、まあその後ね渡辺をよく三振でね抑えたなと思います。3球連続ねストレートで見逃し三振というところでは非常にね配球も裏を変えてよかったかなっていうね。でも同点になってこの試合どうなっていくんやっていう中で、9回の表阪神はね、先頭近本デッドボール、増田ね追い込んでるのにデッドボールって、2ストライクからデッドボールってね。でその後こうね近本通る野球変わられる、足の速いバッターがデッドボール当たると初球走りがちあるある、ね、当たってから走らないと見せかけて走るっていうね。で渡辺がここはねもう必死の、じゃあ渡辺じゃ前側がねここはもう必死のファーストゴロ進塁だね、打球も速かったからね外よく処理したけどもナイスバッティング。でワンアウト三塁からスライダーがね甘めに入ったところ2ボールからね、渡辺がしっかりレフトへ犠牲フライを打って1点勝ち越し、まあ、このままで終わるかなと思ってね9回和崎ね、ワンアウトから代打中村センターツーベース、これもね
近本空振りだからね、スライディングキャッチからのあれノーバンだからね、ワンバンじゃなくて完全取れたと思う。なだから何かがどうかなってね、空振りね、で後逸してツーベースで佐藤三振するけども、ツーアウト二塁からトモスキがね、レフトオーバーのタイムリーツーベース、トモスキね、ここも見せたから、この阪神のね、この2失点はね、エラーは記録しないよ、エラーは記録しないけどもね、結局ミスなのよ、ミスで失点してるのよ、そういったところなのよ。そんで、10回にはね、阪神、ワンアウト一塁チャンス作るけども、森下がね、代打森下643ダブルプレーね。で、11回にもフォアボール一つでね、二つでチャンス作るけども、伊藤からフォアボール。で、近本643ダブルプレー。で、島田フォアボール。で、盗塁するけども、熊谷がね、サードファウルフライ。もう中村がベンチね、落ちるかどうかのギリギリまで腕伸ばして、ファウルキャッチ。グップレー。ね。ナイスプレー。で、その後ね、11回の裏。ね。中村センター前ヒット、中村ピッチャーね、西純也ね、で佐藤送りバンド決めて、友杉アウトになるけども、ツーアウト二塁からアイト、先ほどね、9回裏最後サヨナラのチャンスでね、ツーアウト二塁代打アイトでね、空振り三振してるっていうところで、最後は打つぞっていうね、ところでアイトが打った瞬間、ライトオーバーのツーベースでサヨナラ勝ち。ロッテ勝負強い、11連勝、2005年以来、もう佐々木そんな記憶はありませんけども、逆にタイガースミスでっていうところが痛い敗戦でした。ロッテ対阪神、1対0で阪神の勝ちということで、阪神が連敗ストップ、そしてロッテが連勝ストップというところで、まあこの試合ね、初回、1番森下がね、先頭打者ホームランっていうところでね、まあ積極的にね、思い切って振っていくっていうところが構想して1点先制。しかし両先発、阪神才木、9回116球6安打6三振無四球無失点の、完封勝利、ピチッ、これ連敗止めたのね、大きい。でロッテ先発メルセデス、8回123球4回、4安打5三振1四球1失点、この初回のね、森下のホームランだけだから、あとはね、被安打3打しほぼピンチだし、まあ仕方ないね、これはね。で、まあ、その後ね、吉田亮で育成になって、育成から試合間になって、まあ、1イニングね、しっかり抑えたっていうところでは、ね、非常に良かったんじゃないですかね。まあ、この1週間ね、リリーフもめちゃくちゃ使ったんでね、その中で、メルセデスが長く投げた、そして吉田亮投げたっていうところではね、非常にいい形の、まあ、1週間、だったんじゃないのかなっていうね。まあ、ロッテもほぼほぼね、まあ、チャンスなく、まあ、9回ぐらいだね、本当にチャンスあったのはね、先頭側がね、センター前ヒット。で、高部がね、内野安打。これ、高部のね、ヘッドスライディングもこのベースにね、指行かないようにこう上行ってからこうタッチするね、あの怪我しないようなヘッドスライディングね、いいね、ああいうのはね、みんな真似すべきだね。若干ね、ファーストベースにつくのが遅くなるから、こことかここだからね、まあその分足で行った方が早いんちゃうかって俺は思うけどもね、それでまあセーフで、ノーアウト1塁から4番外ね、643ダブルプレー、そしてポランコがセカンドゴールでアウトになって、まあ1対0ね、阪神の勝利。まあこれもし9月とかね、9月とか連敗中だったら、俺はもう外に代打出して、こう送りバンドをして、最低でも1点取って同点するっていうところをね、まあ選択肢としてはあったと思うけども、まあ、仕方ないね。この感じだとね、まあ打たして6、まあ最悪のことだったけども、まあ11連勝してるっていうところの余裕とね、まあここはね、まだ6月っていうところもあってね、これが本当9月とか、もうこれ1試合1勝勝負とかなったらね、外代打で送りバントっていうところも十分考えられるところでしたけども、まあ、阪神はね、ようやく連敗脱出大きかったんじゃないですかね。しかしこのカード2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。西武対巨人、31日の試合1対4で巨人の勝ちということで、巨人先発投手7回99球3安打2三振1四球1失点、その後船場様西田で、がね、しっかり抑え切って巨人の完勝。西武先発高橋光成3回3分の1 72球8安打2三振2四球、3失点というところで、今シーズン防御率 4.12 0勝5敗、どうした高橋光成というところで、まあこの試合も、まあ、見ててやっぱストレート走ってないのかな、なんか簡単に合わせられるし、で高めにね変化球浮くしっていうところで、ちょっとねっていう感じはあるよね。その中で3回表ね、ワンアウトから丸フォアボールで、ここでね丸が牽制でね、誘い出させてアウトになるけども、ツーアウトからねヘルナンデスツーベース、吉川がライトにタイムリーツーベースで、岡本が内野安打で出て、ツーアウト一三塁から坂本がねセンターへタイムリーヒット、一気にいて久しぶりにポン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 連打がね巨人も出るんちゃうかっていうね。で4回にも、先頭伊豆口がツーベース、
で岸田がね、センター前ヒットでノーアウト一三塁チャンスを作って、立岡がねレフトへタイムリーヒット。まあここでまだノーアウト一塁だからね、こっからね一気にねビッグゲーム行きたかったけども、丸ヘルナンデス続かず1点止まり。で5回表ね、先頭吉川がライト前ヒットで、吉川盗塁成功して岡本がねレフトへタイムリーヒットっていうね、ところで送球間に岡本も二塁に行って、ノーアウト二塁から坂本大城ね伊豆口っていうところが、まあ1点取れずっていうところだったんでね、もうちょっと続けばね、なんかこう連打がねもっとビッグゲームになったかなっていうところもあるけども、まあ戸郷が投げてるっていうところでね、まあ、4点もあれば十分でしょう。7回裏ね、中村拓也がねホームラン一発打つけども、西武はね、3安打っていうところで、まあ、打つ手なしっていう展開でしたし、まあ、この日からね指名打者があるっていうところでね、大城が1軍にね、帰ってきた中で、まあ、5打数ノーヒット、まあ、ここからねどういう展開になっていくのかっていうねところで、まあ、ここでね最低でも1本打ちたかっただろうっていうところもあるけども、この試合ね2番に入ったヘルナンデス5打数2安打で、3番吉川4打数2安打1打点1盗塁で、4番岡本5打数3安打1打点で、5番坂本4打数1安打1打点っていうところで、まあ、クリーンナップがねしっかり打点を上げて、ここまで頑張ればね非常にいい戦いの試合になる。エースが投げてクリーンナップがしっかり打点を上げる、巨人としたら完璧な勝利だったんじゃないでしょうか。どこグッピッチ、西武対巨人4対3、西武のサヨナラ勝ちっていうところでね、6月1日、土曜日の試合ね終わりましたけども、巨人先発又木で、6回102球2安打2三振6四球無失点っていうところで、まあ、フォアボール出しながらねなんとか踏ん張れたかなと。投球フォームはね若干内海に似てるなって思うんだけども、まあ、それはね気のせいかどうかわからないけども、ぜひね皆さんチェックして、ジャイアンツファンの皆さんどうですか、まあ、ここはね内海の指導もあると思いますけども、ね、ちょっと内海に似てるなっていう感覚はありましたけども、まあ、6回をね初先発2安打に抑えて、まあ、フォアボール6個出したけども無失点でね抑えたっていうのは、実績としてはね良かったんじゃないでしょうか。まあ、ね、大江、船松間、高梨、西田というねホールドがついて、まあ、そのまま勝ち越せれば良かったけどもね、最後はサヨナラ負けっていうね。で西武先発の渡辺、7回95球6安打4三振1四球2失点と、まあね、この6回ね、失点してしまったけども最後ねタイムリー打たれなかったっていうところもあるし、なんとかね粘りの投球、まあ、もうちょっとねこう成長していってもらって、ローテーション完璧なピッチャーに、ね、なっていってもらいたいっていうところはねあるけども、ジャイアンツとしてはね6回、立岡丸ヘルナンデスがね連続ヒットでノーアウト満塁のチャンスを作ってね、吉川ライト前ヒットだったけども、あのワンパンね中途半端だったから、あれはねファーストランナーのねあのヘルナンデスもさちょっと難しいね、あれセカンドセーフになるのはあれはちょっとね運なかった、ヒットとしてはねあるけども、まあライトがね、ワンパンがノーパンがギリギリのところで取ってセカンドにスローしてアウトっていうところで、まあ、記録もライトゴロになったけど96のね、まあ、ちょっとあれはね走者としては、難しかった。まあその中でね、西武のね、ライトね、広間のねプレーはね素晴らしかったと、思います。でここで1点挙げてワンアウト1・3塁から岡本が犠牲フライ打ってね、ここでしっかり2点ね、取ったけども、まあ、7回裏西武はね、ワンアウトから、ゲンドフォアボールで滝沢レフト前ヒットで、ワンアウト一塁からトンサイがねレフトにタイムリーを打って、まあ、1点。本当はこの後ねワンアウト一塁から中村そして昼間ここでねもう1点取りたかったけどもね、ピッチャー船場坂もねなんとか中村をピッチャーゴロでアウトにして、昼間もねピッチャー高梨が変わってピッチャーゴロとね、まあ、リリーフ陣が踏ん張ったっていうところもあるし、この8回表もね、西武佐藤に代わって、立岡ヘルナンデス、吉川と、フォアボールで丸子セカンドゴールでアウトを取るけども、ワンアウト満塁から岡本に犠牲フライト。だからジャイアンツもねここでタイムリーヒットが出てたらこのまま勝ったけども、まあ、最低限だから犠牲フライで1点取れてるのはいいんだけども、そういったところではもう1本がね打てなかったのが最後は響いたかなと。でもこの3対1で、ね、正直勝ったかなと思ったけども、まあ、8回裏ね、代打本山がライトスタンドで、ね、西舘からホームランを打って1点差ね。で、9回の裏に、ピッチャーバルノナードが上がって、源田が、ね、粘りながらレフト前ヒットで、滝沢送りバントを決めて外崎フォアボールで、中村が、ね、ライトフライでアウトになるけども2アウト1塁から広間が、ね、レフト前に同点タイムリーヒットからの先ほどホームランを打った本山がライトへタイムリーヒットでさようなら本山配って、ね、まあ、7、8、9で1点1点2点取られて4点だからね、まあ、ジャイアンツとしては痛い敗戦になったけども、ね、西武としては、ね、粘り強い戦いというところもなったけども、結局ねこのフォアボール連発がね、まあ、またきもね無失点で抑えてるけども6四死球っていうこういうフォアボールの積み重ねが最後この流れを西武に作り上げられちゃったんじゃないのかなっていうところもあるから、お互いねジャイアンツ6安打、そして、西武8安打っていうところはあるけども、ジャイアンツが、フォアボール8個
そして西武がフォアボール5個っていうところで、まあ、四死球の多さがね、ちょっとね、こう点差以上に相手の流れとかっていうのをね、決めた試合になったかなっていうところもあります。まあ、結果ね、4対3で西武の勝ち、現状1勝1敗、日曜日どうなるのか。西武対巨人7対1でジャイアンツの勝利ということで、ジャイアンツ2勝1敗で勝ち越しで、そしてソフトバンクでも勝ち越してるから、この1週間4勝2敗で勝ち越しはね、大きな1週間だったんじゃないでしょうか。その中で菅野ね、7回109球4安打7三振1球1デッドボール無失点と完璧なピッチング、ね、で西武先発ボータカシ4回3分の299球7安打4三振無四球3失点、まあまあ俺フォアボールも出してないしね、よかったと思うけどね、まあ、この5回のね、秋色ヒットで小林送りバント決めて、ツーアウト二塁から立岡バント連続タイムリー、ヘルナンデスが打って吉川のタイムリーって、ここポンポンポンってね、ちょっとやられちゃったなっていうところはあるけども、 そんな悪くなかったと思うんだけどね。で7回にも、ジャイアンツね、まだ立岡丸ね連続ヒット、そして、ヘルナンデスタイムリーで吉川タイムリーって、この下位から上位へっていうところがね、いい流れだったね。このね、この日岡本5タコ、大城ね5番に入って4タコっていうところで、4番5番が打てなかったけども、このね、立岡4打数3安打、そして丸5打数3安打、ヘルナンデス5打数3安打、吉川5打数2安打と、この9番がね9123がね非常にいい活躍で、ジャイアンツ14本打ってる中で11本がこの4人だからね、非常に素晴らしい。それしっかり点を取ってね、で9回にもヘルナンデスがねタイムリーヒットっていうところで7点、まあ完勝かな。今西武はね8回裏におかわりことねタイムリーで1点取るのがやっとっていうところで、まあ西武は完敗だね。ジャイアンツは本当にいいところ、まあこれで岡本とかがね、岡本もなんかこう波に乗ったり乗れなかったりっていうねところがあるんで、ここをね波に乗り出したらいいし、逆にそこがねあんまり波に乗り出せてないのにしっかり1週間勝ち越しててね、その周りの選手が活躍するっていうところもね、非常にチーム状況的には良くなってきてるんでね、まあこの1週間の勝ち越しはジャイアンツにとっていい形のね、1週間になったんじゃないでしょうか。結果ね2勝1敗でジャイアンツの勝ち越しでした。続いて日本ハム対 DeNA 先発東、6回95球6安打5三振3四球2失点、まあ最低限のねクオリティスタート、いいピッチング。日本ハム先発金村8回117球5安打9三振1球2失点、こちらも8回しっかり投げてね、まあ今シーズンはねリリーフで、しっかり仕事をしながら、まあ先発転向っていうところで、シーズン中のね、交代になったけども、その中でもねしっかり調整してね、まあ最初はちょっとイニングもね長くなかったけども、どんどんねそれを調整を兼ねてね、成長も兼ねてこの8回をねしっかり2失点投げたっていうのは非常にねグッピッチだと、思います。まあその中でね DeNA は、2回表2アウトから山本ライト前で、2アウト1塁からね、梶原1軍にね上がってきたっていう中で、ライトにタイムリースリーベースで1点先制ね。でこういったところもね、しっかり下位打線でね得点できたっていうのは DeNA 大きかったし、で4回の表ね筒香が、ライトスタンドでねホームランね、でこのまま行くかなと思ったらね、日本は4回裏ね、筒香のお返しやっていうところで3番軍司がね、左中間へ、ホームランで、5回の裏に、2アウトからね、水野がライトスタンドでホームランっていうね一発攻勢、軍司水野の一発攻勢、キューパー水野がホームラン打つんやからね、なんか2005年のロッテルと今井的なね活躍っていうね、で同点に追いついて、まあ、その後ね、日本も一気にトントンできなかったところだったけども、7回ね2アウトから万波水谷がねヒットを打って2アウト1、3塁チャンス作るけども、軍司がねセカンドゴロと、追加点取れない中、8回裏にね、先頭マルチネスセンター前ヒット、ピッチャー山崎ねで、松本のところで山崎ボークね、このねボークをね解説しましょうね。これね足で、左足右足だからこっちに投げるね、でここあった時に牽制になるとこれをこう外してから、あの左足出さなきゃいけないんだよ、外してから左足でも、あの牽制はこうね外してるように見えるんだけども、もう外す前に動いてるから、外す前に両足が動いてベース板を外したような形になるから、だから投げなかったらボークなんだよ。で1回目と一緒だったって言うけど、多分これ俺の想像ね、1回目、あっと思ったけど言えなかったんだよ多分タイミング的に。で、あどうだったかな、怪しいなと思ったと思う、1回目の牽制のこの軌道でね、怪しいなと思って今度よく見とかないとって思った時に同じ動きしたからボーク取られたよと思う。だから1回目までん怪しいなだったと思う。だから1回目と同じやったやないかっていうかも分かんないけども、1回目がもうアウトなんだよ。でも審判取ったら、あ怪しいなってね思った可能性も、だからこうだんないといけないの。それが
こうなったの、同時に。だから投げないとボークです。はい、佐々木解説でした。はい、でボークになって、ノーアウト二塁になって、松本が送りバントを決めた時に、ピッチャーの山崎ね、安明がファーストへ悪送球で勝ち越しっていうね。まあ、この後ね、日本ハムはノーアウト二塁からタミヤね、サードライナー、いいバッティングだったけども、やっぱチームが勝つって考えたらね、まあ、サイン出てないかもわかんないけど、やっぱここはね、引っ張り込んでね、最低でも進塁打打ってね、まあ、その後ね、代打清水1号に上がってきて、まあ、ショートゴロ、で、上川畑ね、サードゴロで1点取れなかったけど、あそこもね、チームが勝つこと考えたら、やっぱ引っ張り込んででもね、っていうところをね、行きたかった。まあ、いいバッティングだったけどもね、そういったところではね、ここ、まあ、追い込まれてたしね、ためには一気に行きたかったけどね、まあ、1点止まり、ね、9回の表に、なんとワンアウトからオースティンがね、打った瞬間、ライトスタンドへね、田中正義出てきたけども、同点ホームランっていうね。で、10回の表、ね、梶原が、ヒット、柴田が送りバントを決めて、2アウト2塁から、海老名デッドボール、で、2アウト1塁から森がね、センターへ勝ち越しタイムリーヒットっていうところで、まあ、ここね、田中正義からカーノになって左ピッチャーだけども、まあ、梶原ね、森っていう左バッターがね、しっかりね、打っていくっていうところの勝ち越しはね、グッパッて、ね。まあ、逆にカーノからしたらね、ここまでね、めちゃくちゃいいピッチングしてきて、ここね、左はね、役割としてはしっかり抑えたかったなっていうところもあるし、やっぱりこの8回ね、俺は気になるのは、まあ、サード関係ないし、タミヤやぞっていうかもわかんないけども、追い込まれたっていうことを考えるとね、最低でもね、もうライトフライでも何でもいいのよ。進塁させるようなね、バッティングが欲しかったかなと、そして一気にね、行きたかったかなっていうね、ところもある中でね、得点しきれなかったのがね、この試合のキーポイントかなっていうところもあります。まあ結果はね、DeNA の4対3でね、先勝でした。日本ハム対 DeNA、1日の試合3対4で DeNA の勝利というところで、DeNA 先発中川ね、4回55球、4安打3三振、無四球2失点、ちょっと肩のなんかね、違和感かなんかで途中降板したけども、まあここまでいい感じで来てるだけにね、ちょっとそこら辺は心配。でもその後ね、佐々木千早、ね、坂本、中川、森原とね、リリーフをつないで、なんとかね、勝ちっていうね、中川がプロ初勝利っていうね、ところになりましたし、まあ坂本ね、こう坂本ね、まあ後でも言うけども、7回ね、佐々木千早から変わって、先頭タミヤにね、レフト前、で、万波三振するけど、水野のライト前、で、右の伏見がね、空振り三振っていうところで、やっぱり左でリリーフって考えたら、このね、まあ、万波と伏見を連続三振取ったのは素晴らしいけども、このタミヤ、水野っていう対左に対して、もっとちゃんと抑えなきゃいけなかったんちゃうかとね、結果的に1点取られて、まあ、サルイアウトね、その後松本の空振り三振に抑えてるんで、いいんだけどね、やっぱり左をしっかり抑えたい。ね。っていうところもあるけどもね、まあなんとかね、勝ち切ったっていうところは大きかったのかなと。で、日本ハムはね、加藤、7回100球、8安打、8三振、無四球、3失点ね、っていうところでね、まあなんとかね、このまま粘り強くっていうところがあったんで、まあ最低限のね、無四球で本人のね、仕事はできてるんじゃないのかなっていうね。まあその中で日本ハムはね、初回、ツーアウトからね、3番郡司センター前、そんでマルチネスが、タイムリーツーベース、センターオーバーのタイムリーツーベースっていうところでね、1点先制。しかし DeNA はすぐさまね、2回の表、先頭宮崎レフト前ヒット。で、今回ね、復帰の牧がね、ピッチャーフライ、宮崎戻れずダブルプレー。だから、あれはね、まあ、パーって落として、多分わざとワンパンになる、落とすんちゃうかと思って宮崎は走っちゃったんだけど、あんだけ上がったらね、もう、牧は全力疾走で走って、宮崎はファーストストップ。最悪どうなったとしてもワンアウト一塁で戻れるように取ったとしても宮崎がファースト、落としたとしても先牧がファーストを駆け抜けて、でセカンドアウトになって一塁残るっていうのをね、もう取るしかない。あれはね、2投は追えない、ね、そういったところでは状況判断かなと。でここツーアウトになったんだけどもね、大和のライト前ヒット。でもこれ万波がねライトゴロ狙ってファーストギリギリセーフだったから、この万波の守備力とね、狙い詰ました感じがね、非常にその姿勢 OK ね。で、ツーアウトからランナー出て、伊藤光がなんと、左中間ね、逆転ツーランホームラン、伊藤光、グッパッて、ここまでね、山本が目立つ中でね、こういった一発は大きいね。そして、4回にもね、ツーアウトから、その伊藤がね、レフトへツーベースを打って、ツーアウト二塁から、梶原がね、タイムリーヒット、梶原も最近上がってきていいね。もう渡り効果でね、海老名の梶原も頑張ってなきゃいけないっていうね、ところで、まあ、関根がね、ちょっとアクシデントでね、コンディション不良で抹消された中で、存在意義を見せるっていうところではね、ナイスバッティング。でその後ね、海老名はキャッチャーぐらいになるけども、ね、しっかり盗塁を決めてね、このアピールっていうのは素晴らしい。ここ3点目大きいけどね、でも日本はまあこれ4回はすぐ行くんだよね。先頭ね、磯端センター前ヒット。で、軍事の時に磯端走るんだけども、伊藤光。でそうね、アウトにして、ツーアウトランナーなしからマルチネスがなんと、レフトスタンドをホームラン。これ大きかったね。そして7回裏にも、先頭ね、先ほども言ったように坂本がね、タミヤ、そして水野に連続ヒット。
ヒットを打たれて2アウト1塁から代打水谷にね、コースヒットね、打ち取っていったけども三遊間にいいところ抜けていってね、セカンドランナーね、タミヤがホームインっていう形で3対3同点っていうね。でこれも終盤どうなるのかなっていうところで9回ね、ピッチャー田中誠が出てきたところ、復帰した牧がセンターへね、勝ち越しのホームラン、牧がパッて、これで牧6番だけどね、牧が帰ってきて筒香いるね、宮崎いる、牧いる、ね、オースティンいる、これやばいね。で梶原海老名状態上がってきた、これやばいね。高打線ね、まあ、佐々木は DeNA 台風の目になるんじゃないのかなって言ったところでね、この大きいけども、でも DeNA としたらね、この3回ね、ワンアウトからだけども森レフト前でオースティンレフトツーベースね、ワンアウト一塁から筒香三振、宮崎三振のここで1点取ってればね、もうちょっと状況明るかったかなと。だって5、6、7、8と三者凡退だから、何気に結構きっちりリリーフに抑えられて、まあ、なんとか9回ね、牧の一発で勝ち切ったっていうところは大きかったし、まあ、日本ハムとしてはね、ピッチ結構ね、点取ってないところは完璧に抑えられて、 CTM は6回はね、松本ライト前磯端フォアボールでワンアウト1塁のチャンスでクリーンアップ郡司マルチネスが1本出なかったかなっていうところでね、まあ他はね、ほぼ点取ってないイニングはほぼシャットアウトされてるから、まあなかなか苦しい戦いだったかなと。まあ DeNA はね、2連勝という形、3連勝するのかどうか、されたけどね、トークショーで言いましたけども、前に行われたね、これ日曜日 DeNA 危険ですよと、金曜日はナイターデーで外出れないねって言った時に、土曜日出るしかないから土曜日鈴木の行ってたら日曜日危ないですよっていうところで、日曜日どうなってんのと。日本ハム対 DeNA、 9対2で日本ハムの勝利ということで、このカード2勝1敗で DeNA の勝ち越し。やはり日曜日ね、金土日移動ゲームナイターデーで出るのは土曜日しかない、土曜日鈴木と行ってきました、日曜日惨敗です。これは何を意味しているのか分かりませんけども、マリンのトークショーで言った通りになりましたね。その中で、日本ハム先発福島ね、7回100球5安打1三振2四球2失点と、まあ、ここまでね、いいピッチングでも勝ち星なかなかつかなかったけども、しっかり勝ち星ついてね、グッピッチ。やっぱあのね、このコンパクトの中からゆっくり抜くっていうのがやっぱタイミング取りづらいのかな。あとやっぱこのね、角度つくよね、ストレートにね。そういった意味では低めに投げ下ろしていくね、ストレートは非常に威力あるかなと。で、DeNA 先発を抜き、4回53球9安打1三振8失点。ちょっと逆にストレート切れなかったかな、打たれたからそう見えたのか、あと変化球高かった。そこをね、しっかりね、仕留め切れられたかなと。で、日本はね、2回、2アウト2塁から水野のタイムリー、野村のタイムリーでね、しっかり2点先制して。でも DeNA もね、3回表、ね、8番京田がツーベース。で、1番に入ってね、海老名が、犠牲フライっていうところですぐ1点返したのめっちゃ良かったけどね。でも3回裏ね、水谷ツーベースで松本きっちり送りバントいるんで、ここら辺がね、日本もちゃんとしてるんだよね。でワンアウト3塁から郡司がタイムリーヒット、でワンアウト1塁からマルチネスをセカンドゴロを牧がね、セカンド投げて悪送球。これもファーストで良かったよ、あの無理な体勢から1、2塁間の深めのとこからね。これファーストで2アウト2塁で良かったじゃん。そしたらこう1失点だけだから、まだ3対1だからね。で結局ワンアウト1塁になって、タミヤがライトスタンドでスリーランホームランで一気にビッグイニング4点。しかし4回裏にもね、なんだ、DeNA もね、ワンアウト満塁から山本がね、犠牲フライで打って1点返すけども、4回裏にね、すぐさま水谷がツーランホームランっていうところで8対2で、5回にもね、水野のタイムリーヒットっていうところで9対2。まあこれはもう完敗だね。だから、まあエラーも痛かったけどね、でもやっぱりその大敵がちょっとピリッとしなかったね、今回ね。走ってたからね、それはなかなかきつかったなっていうところもあるけども、まあ、日本ハムとしたらね、序盤にバンバンバンってね、しっかり送るとかを送ってね、しっかり決めるところは決めるっていうところでね、この試合も1番に入ったビジタリンが5打数2安打1ホームランね、で3番軍に4打数2安打1打点。ここも下位だね、789、ね、7番水野が3打数2安打2打点、8番ね、野村久しぶりのスタメン4打数2安打1打点、で9番上川畑3打数1安打と、やっぱりね、この下位から上位の流れ、それをしっかり水谷に1番がしっかり決める。でクリーンアップには郡司がいてからのタミヤが4打数3安打3打点、伊調馬、まあ、全員が活躍したね、素晴らしい試合展開、まあ、3連敗しなくてよかったね、日本もね、まあ、結果ね、2勝1敗でこのカードは DeNA の勝ち越しでした。で続いてオリックス対中日、2対1でオリックスのサヨナラ勝ちというところで、中日先発枠井ね、7回86球5安打3三振2四球1失点っていうところでね、まあもう素晴らしいピッチングね。でオリックス先発カティーヨ、7回101球2安打6三振3四球1失点自責ゼロ、こちらも完璧なピッチングだからね。まあその中でね、まあ両先発には勝ち投手も負けもつかなかったっていうところはあるけども、まあ、ドラゴンズね、この試合2安打だからね、もうほぼ打つでなしっていうね、まあ、このまま勝ち切らなきゃいけなかったっていうところもあるけども、2回表ね、中日先制、
先頭岡林、ショート紅林ね、ファースト悪送球バッとね。で、木下のところで、盗塁を成功させて送りバントを決めてワンアウト三塁から田中美希也のね、ファーストゴロの間に1点を取るっていうところで、まあノーヒットで1点先制だからね、そういったところでオリックスのね、この嫌な流れの中ね、変な形のね、失点っていうのはちょっと流れ悪いなっていうところもあったけども、6回裏ね、中川西野の連続ヒット、しかも西野のライト前でしっかりファーストランナー中川三塁進塁してね、ノーアウト一三塁のチャンスを作って、太田がねセンターへの犠牲フライで同点っていうね、まあその後一気に行きたかったけどもね、まあ後続続かずっていうところもあるけども、まあ最悪ね、最悪同点っていうところでは良かったし、でそしてまあ両チームね、ほぼ攻撃ない中、まあドラゴンズはね、強いて言えばこの6回表、もう最後のビッグチャンス、ワンアウトからね、福永フォアボール、そして細川ライト前ヒット、でディカーソンデッドボール、でワンアウト満塁、ここでね、結果論で言えばここで1点でも取れたらっていうところで、ロリック・バンね、カリステ三振、で、岡林がね、レフトフライで1点取れず、で、その後6回の裏にね、ピンチをね、脱して、オリックスがね、得点をするっていう流れになっちゃったけども、この6回の表ではね、ここで1点でも取れてたら、俺は中日勝ってたと思うけどもね、取り切れず。で、オリックスが同点になってね、で、魔の9回、ね、先頭義母がね、ピッチャー松山からレフト前ヒット。で、ここでね、義母がね、セカンドに盗塁するんだけども、成功。そして木下がセカンドに悪送球。で、義母が三塁まで進塁して、で、西川のファーストゴロでは本塁帰ってこれず、ワンアウト三塁。で、ここで頓宮がね、申告敬遠。で、ワンアウト一三塁から、宗がね、犠牲フライでサヨナラ勝ち、宗。とかって。ね。木下がね、まあ、ここまで19回走られて1回もさせてないっていう、しかも悪送球だからね、結果で言うともうミス合戦。2回は、オリックスのミスで中日に得点を挙げて、9回は、中日のミスでオリックスに点を挙げて、おあいこミス合戦。で、その中オリックスの方が1点取ってたから、まあオリックスはね、2対1でサヨナラ勝ちだったけども、まあミス合戦だからね。まあそれはもう仕方ないね。どっちがいい悪いっていうのもないけどもね、痛み分けの中で、1点ね、自力で取ったオリックスが勝ち切ったっていうね。で、オリックスは本田マチャのね、しっかり、ノーヒットで抑えて、中日もね、清水が抑えて、まあ、松山もね、ミスだからね、仕方ないよね、先頭ギボリヒット打たれただけだからね、これはなかなか攻められないっていうところでは、中日としてはちょっと雰囲気もね、痛い、勝つチャンスもあっただけにね、6回のね、無得点もそうだけどもね、まあ、オリックスはね、逆に拾った勝利だから、ここからね、一気にね、流れを作って、勢いに乗っていきたいなっていうところの試合展開でしたね。初戦は2対1、オリックスのね、先勝でした。さあ、ということで、オリックス対中日へ、1日の試合、1対2で中日の逆転勝ちっていうところでしたけども、まあ、中日先発メヒアね、7回98球、4安打3三振、1失点と、まあ、試合をまとめてね、球数も少なく、ストライク先行でね、緩急もつけながら、素晴らしいピッチングだったと思います。そして、オリックス先発東、3回3分の1、45球、1安打4三振、1球、1デッドボール、無失点っていうところで、まあ、細川にね、つばに当たっちゃって、デッドボールでね、危険球隊長に、なってっていうところありましたけども、そういったところでね、緊急の事態になったけども、その後鈴木浩志、井口、ね、小田島としっかりね、リリーフ、ランナー出しながらも踏ん張れたっていうところは大きかったんじゃないでしょうか。まあ、その中でね、オリックスは先制といったところで、2回の裏ね、中川ツーベース、そして、頓宮ライトフライでそのままタッチアップで進塁で、ワンアウト三塁から西川がね、犠牲フライをきっちり打って、まあ、1点ね、先制したまでは良かったけども、まあ、強いて言ったらこの3回裏もね、宗がツーベース、若月送りバントを決めて、ワンアウト三塁からね、福田、義母が、1点取れずにね、交通違和点取れず、まあ、序盤だったからね、作戦もあれかなとは思ってたけどもね、で、その後ね、こう6回、先頭福田がね、内野安打で出て、義母がね、送りバント、キャッチャーファールフライになって、石橋がね、スライディングキャッチで取ったっていうところまでは良かったけども、福田がね、それを見て一塁からタッチアップでセカンド。まあ、その後ね、石橋も好きね、そんななくセカンド投げたけどもね、タッチセーフっていうところで福田クソね。まあ、その後太田ね、長川と鈴勝1点取れなかった。まあ、オリックスとしてはね、6安打、まあ、チャンスを作るけどもなかなかね、1本出なかったっていうところが、まあ、結局取れる時に取らないからこうなるっていうようなね、試合展開でしたし、8回でもね、先頭宗がレフトへツーベース、で若月送りバント決めて、福田がセカンドフライ、義母がね、ファーストライナーで1点取れず、もう俺ここはね、正直セーフティースクイズでも何でもスクイズでもやってもよかったんちゃうかって、2度目だからね、で終盤この1点はね大事かなっていうところでね、まあ、本当に取れるべき時に取れなかったんじゃないのかなっていうね。でその中でね、ドラゴンズもね、
10安打ランナー出すけども1本出ずっていうね、こちらもね、4回ランナー2人出すけどもワンアウト1塁からディカーソン463ダブルになったりとか、5回もランナー2人出すけども岡林村松が1本出ずね、で7回にもランナー出すけども、まあ、盗塁アウトもあったりチャンス生かせず、で7回にもランナー出すけどもここも盗塁ね、動いてなんとかっていうね、この動く姿勢は俺はめっちゃ良かったと思うけども、動いてからのね打線が続かず1点取れずっていう中でね、まあ9回ピッチャーね小田島から才木に変わってね育成から上がってきて、まあここでねマシャドが連投してたり、まあいろんなねオリックスもこのねピッチャー事情難しいところがあって才木にねこの1対0からの勝負をね託すけども、徳永ツーベース、細川ライト前ヒットで代打大島がセンターへ同点タイムリーで、ビシエドがセンター前ノーアウト満塁から仮して三振するけども、石橋がねライトへ犠牲フライっていうところで、まあ、勝ち越しね、まあ、これでね、バンチ休すっていうね、まあ、でも9回の裏ね、マルチェスから太田がねライト前ヒットで出るけどもね、ここで中川の時にセカンドライナーね一塁ランナーダイソー小田がね飛び出してダブルプレーで頓宮フォアボールになるけどもダイソー渡辺がね盗塁を含めるけどもアウトっていうところで、まあ、中島監督がね試合後マルチネスはねあんなん止まってないボークやろって言ってたけど俺も見たけども俺はもうあれはボークやと思う、正直全然止まってないからね、足も止まってないグラウンドも止まってないから、あれでセーフだったらもう何でもありになるから、それこそね中島監督が言うように俺もあれはボークやと思うけども試合終わってから言っても遅いと思うのよ。俺はこの中川が打席の時にもう早かったから、もうあの時も抗議するべきやったと思う、正直コーチランナーコーチが審判にあれ早いやろ見といてくれっていうのもそうやし、終わってからじゃ遅いからね、これかなり勝負どころだったから、この試合中に抗議してもよかったんじゃないのかなと。俺もあれはちょっと止まってないからボークなんちゃうかってねいう中で、もし日曜日ね試合出たらどうなるのかっていうね、まあドラゴンズはね最後相手をねパッパッパーってチャンスをものにしてね2対1勝利っていうところはいい勝ち方になりましたし、まあオリックスはねまあチャンスの時に取り切れなかったのがねちょっと痛かった、作戦したでも良かったかなっていうね、あとやっぱりリリーフ陣がね登板型になっているところで最終回ねマシャドとか投げない平野がいないっていうところではね、まあ才木がっていうところで、あと才木もう打たれて泣くのはダメやってね、嬉しくて泣くのはいいってね、泣くのはベンチ裏ね、悔しさあるかもしれないけども、そういったところはね次の機会にバネしてね頑張ってもらいたいなと思います。オリックス対中日2対1で中日の勝利ということで、前日に続いて逆転勝ち、まあ、結果は2勝1敗で中日の勝ち越しに、なりましたけども、この試合先発ね、中日先発梅津6回100球6安打4三振2四球1失点と、まあ、こちらは故障明けもあって球数の制限もある中でしっかりね1失点で抑えたというところは素晴らしかったし、オリックス先発曽谷もね85球4安打6三振無四球無失点と、まあ、球数も少なくねストライク先行、あとなんか変化球とかね腕振ったからボールが出てきてるようなね感じがして非常にキレもあってね良かったんじゃないのかなと思います。まあ、その中でねこの試合もオリックスね勝負手はここ、3回の裏、7番頓宮レフト前ヒット、西野が内野安打でノーアウト一塁チャンスを作って若月がバントで送れず結局空振り三振で福田も三振で西川センターフライ、ここ、まあ、前日もそうだったとバントを送って点取れなかったけども、まあ、ここでしっかりバントを送って1点とか取っとけばねまだ状況は変わってただけに、このね前半のビッグチャンスで取れなかったのは痛かったからっていうね。でまあ中日はね中田が復帰してきたっていうのが大きかったけども、まあなかなかねチャンスを作るけど1本出ずっていうねちょっと昨年の野球になってきたけども、先制はねオリックス7回裏、宗頓宮が連続ヒットでノーアウト1、2塁でここで西野がねまたバントファールフライでアウトっていうね、まあ、こういったところよ結局勝てないところはちょっとずつのミスよ。でもワンアウト1、2塁から若月がねレフトにタイムリーヒットを打ってまあ1点っていうね、ところでまあ大きなね1点を持ってこのままね、逃げ切りたかったけどね。あとその中でのもう大問題走塁はこの若月がね1、2塁でレフトへタイムリーヒットを打った中でね、宗は本塁悠々セーフ、ファーストランナー頓宮が三塁を狙って、悠々挟まれてアウトっていう、これもう最悪ツーアウトだったら分かるよ、ツーアウトだったらワンアウトお取り行く必要あるかっていう、しかも本塁楽々セーフね、なぜならショートが若干弾いてるヒットで結局ねその後ツーアウト二塁から福田が内野安打西川フォアボールで太田が三振だけども、またワンアウト一塁だったらもうビッグチャンスあるやん、そういった細かいミスが痛いよね。
で中日はね8回表リカーソンで同点ホームラン、でそのまま延長戦になってお互いなかなかチャンスもなく、12回表、中日先頭田中ヒットで送りバントをしっかり決めて細川アウトになるけども、2アウト2塁から中田がねタイムリーツーベースで、この1点でね2対1でドラゴンズの勝利っていうね、まあオリックスは十分勝てるチャンスだったけどもね、やっぱミスだね、こういうね記録に残らないねバントで送れないとかね、無駄な走塁するとかっていうところでチャンスを潰していくと結局はこうなっちゃうよっていうような典型的な試合でしたね。まあ結果はね2勝1敗でドラゴンズの勝ち越しでした。続いて楽天対ヤクルト、31日の試合5対3楽天のサヨナラホームランでサヨナラガチっていうところで、ヤクルト先発サイスニード6回3分の1 112球6安打6三振3四球2失点とね、まあしっかり踏ん張ったねピッチングができたなっていうね。で楽天先発早川6回118球8安打7三振1球3失点、まあこちらもねまあ最低限、まあちょっとミスもあったからね、もう本当にね、だからサイスリーでもじゃどうなんだろうな、太田のヒットとかもそうだし、ちょっと高めのストレートの威力がちょっと今年はないのかなって、まあ抑えてるけどね、やっぱサイスリーといえば高めの速い球低めにね変化球っていうところで、こう高めのストレートにちょっと威力が半減してんのかなっていうね。で、ヤクルトはね2回に先制、先頭ナイスサンタナが左中間抜けるツーベースで、ノーアウト2塁から青木のねショートゴロを村林がファンブルしてね、ファンブルしてなおかつファーストに悪送球のダブルエラーだからね、これは痛いよね、これ普通に処理してたら全然アウトだからね、正面だっただけにね。でノーアウト1、3塁でここでオスナがねレフトへ犠牲フライで、ワンアウト1塁から青木が盗塁成功してね、青木も元気だね、ナイス盗塁だね。で松本がアウトになるけども、ツーアウト3塁からね山崎幸太郎がレフトへタイムリーヒットっていうところで2点先制だ、ミスが痛いよね。で、2回の裏ね、楽天はここすぐで、ね、楽天1点取れたの大きかった、先頭鈴木大地センター前ヒットで、渡辺岡島が連続でアウトになるけども、ツーアウト3塁になって太田がね先ほど言った高めのストレートをライト前ヒットっていうところで1点に返しね、これはね非常に良かった。で、その後ヤクルトはね、5回の表ツーアウトからね丸山フォアボール、山田がねライト前ヒットで、ツーアウト1、3塁からね長岡がねタイムリーヒットっていうところで、まあ、ここでねこの1点で結構ダメ押し感あったけどね、このスライダーをねライト線にっていうね。でその前にねこの山田のねライトのこのちょっとカンチャンヒット、ここはねこの楽天の、まあ、エラーとかつかなかったけども、セカンドとライトのちょっと俺はコミュニケーションミスちゃうかっていうね、まあライト後そしてセカンドね小深田っていうところでね、小深田が後ろ向きに行って落としちゃったんだけども、どうやろな取れへんかな、筒を突っ込んできてなんかそこら辺もねなんかちょっとエラーじゃないけどみたいなね。でその後長岡がねライト線いいところでねポテヒットで落として3点目ね、でこのまま行くかなっていうね、ところで6回裏ね、楽天はね辰巳センター前、そしてね、鈴木大地フォアボールで渡辺レフト前ヒットっていうね、ツーアウト満塁のビッグチャンス作るけども岡島がセカンドゴロでね、いや一本で変な流れ悪いなっていうところだったからね。でその中でヤクルトはねこう7回表2つのフォアボールでツーアウト1、3塁サンタナねショートゴロ、ここで1点でもね最後ダメ押し取ってればね勝てた可能性もあったけども、で7回裏ね、楽天の攻撃ワンアウトからね小深田、ツーベース、いやこのね小深田ツーベースもレフト西川ね、まあ、取れへんのは仕方ないけどなんかもう軽いように見えると、なんか後ろに行ってねと、なんか中途半端、最後の粘りも全くない、止めなっていうね。で後ろに、まあ、反らしてだけど俺にとってはね、でも後ろ抜けていってツーベースで、ワンアウト二塁から大郷がねライトへタイムリーヒットを打っていって、でもそれでもまだ3対2だからね、結局ヤクルトはねリリーフ陣、まあ、ロッテと一緒でね水曜木曜ね延長もあったからピッチャーめちゃくちゃ使ったからね、でしかもこのね福島までのね移動があったっていうところで、まああんまり使いたくなかったんだろうね、だからエスパーダをもう3イニングいったんだよね、もうあの7回ね途中からね7、8、9とねそのままエスパーダでね行ったところでね、先頭ね平良は三振で、小深田がね、内野安打、まあこれは仕方ないね、長岡も精一杯のプレーね、小深田足早かった、で大郷がレフト前ヒットで、ワンアウト一塁になって、まあさすがにエプサーダね、さすがにねエスパーダ無理やっていうところでピッチャーね、長谷川ね代打茂木が来たから、そしたら代打の代打フランコね、初球左中間へサヨナラスリーランホームラン、フランコグバテーン、ね、だからまあヤクルトもこれ勝ってたから、こう3試合連続勝ってたから一歩間違ったらねヤクルト3連勝あったからね、
その中でもこのリリーフのね構築できないところとね、この形がない、どうしようか、そこがはまらない、はまってきたと思ったけど抑えられなかったっていうねところが、このね3連敗になってなかなか痛かったなっていうね、楽天的にはちょいちょいミスであってね、これミスで負けるかっていうところもあったんでね、その中でしっかり勝ち切れたっていうところは楽天にとったらね非常に大きな勝利になったんじゃないでしょうかね。結果は5対3楽天のサヨナラ勝ちでした。続いて楽天対ヤクルト8対2楽天の勝利ということで、昨晩ね3ランス逆転サヨナラホームランからの連勝っていうねところになりましたけども、この日ヤクルトヤフーレ6回3分の2 109.7安打4三振2四球6失点とね、なんかトントンってねビッグイニングやられちゃったかなっていうね、ちょっとどうなんやろな、緩かったのかな感じ、ちょっと高かったっていう感じもしたけどね見ててね。で楽天先発松井6回82球2安打5三振2四球1失点と、非常にピチッ、高橋光太にねフォームが似てると思ってるのは俺だけかなっていうね、ところで角度もあってね非常にいいピッチングだったかなと。まあその中でね、楽天は3回、ワンアウトから、こけたフォアボールで、小郷がねレフト前ヒットで、ワンアウト1塁から村林がねちょっとスライダーまあ低めをね、まあ、得意のこのねちょっと粘り、下半身の粘りでね、すくい上げて、3ランホームラン。でもヤクルトもねその3ラン打たれた後4回表にね、村上フォアボール2アウト1塁から青木がねレフトオーバーのタイムリーツーベースっていうところで、ファーストランナーのね村上が一気にホームへ帰ってきて、これ1点取るっていうねこの流れは悪くなかったけどね。でその中まあね5回ね、6回、三者凡退、7回も2アウトからオスナが出るけども、まあ、その後ね、中村がセンターフライっていうところで、まあ、全体的にヤクルト5安打、なかなか苦しいね、打線が向上していかないっていうね、その中で3対1から7回裏、ね、2アウトから小深田レフト前ヒット、で、小深田がここ盗塁して、両方が3ボール1ストライクになったんで、ここで申告敬遠、で、1アウト1塁から先ほど3ラン打ってる村林がセンターへのタイムリーヒット、で、ここでヤフーレから丸山に変わるっていうところで、まあ、丸山長谷川だったんだけどね、投球の中でヤフーレ丸山長谷川だったんだけど、まあ、昨日ね長谷川がホームランね打たれてるからこそ、俺はここ辰巳鈴木大地渡辺と続くから、ここで俺は長谷川で良かったんちゃうかって思うんだけどね。だから長谷川丸山で順番的には良かったんちゃうかって思うけどもね。でそれが、丸山が出てね、辰巳にタイムリー打たれて、で鈴木大地のところに盗塁でレッドボールで、もう最後はねワイルドピッチのエラーっていうところで、もうどうしようもないで8対1、そのまま、9回にね、北村の犠牲フライで1点返すけども、もう焼け石に水、8対2で楽天の勝利ということで、ヤクルトのいいところは何も見せられず、逆に楽天は相手のミスもあったけども、村林のスリーランで、そして村林のタイムリー、村林グッとナイスカット、でその後もね相手のミスジョイでトントンとビッグイニングを作って8対2っていうところでは、完勝だったんじゃないでしょうか。松井酒井ね、鈴木空、そして、湯気というところでね、しっかり、抑え切って、まあ、湯気最後失点しちゃったけどね、得点差はあるんでね、そういったところではもういい流れのね完勝っていうねところだったんじゃないでしょうか。ヤクルトとしてはもう最後のちょっともう集中力切れちゃったかなっていうミスと、ヤフーレ丸山長谷川のこの流れね、ヤフーレ長谷川丸山でも俺は良かったんじゃないのかなっていうところは、皆さんヤクルトファンの皆さんどうでしょうか。楽天対ヤクルト4対0でヤクルトの勝利というところで、こちら、雨天コールドゲームでございます。まあ結果的には、2勝1敗でね、楽天の勝ち越しになりましたけども、この試合ね、ヤクルト先発石川、5回65球4安打1三振無四球無失点、まあ雨天コールドだけども記録上は完封勝利、そして23年連続勝利、あと14勝かな200勝までね、そういったところではいい形。楽天先発岸、5回75球7安打3失点1四球4失点というところで、まあ、初回ね、先頭に近いツーベース、そして長岡がタイムリーライト前ヒット、で村上が、ツーランホームランというところで一気に 1-2-3 のね8球で3点取られたっていうね。で4回にも、ワンアウトからね、青木山田が連続ヒットで、ノーアウト 1-2-3 塁でオスナがフォアボールで、ワンアウト満塁から中村がね、タイムリーっていうところでね、1点を取って、まあ、これ雨もあったからね、序盤のこの失点っていうのが非常に痛かったし、ヤクルトとしては大きかったね。で5回の裏ね、もうびちょびちょだからね、いやね、山田哲人のねファンブレーラーっていうのもあったけども、まあ、なかなか難しいね、まあ、あのまま続けることはちょっと不可能だったかなっていうところで、まあ、石川の勝利ね、この天候にもね恵まれて早めの仕掛けがね良かったんじゃないでしょうか。まあ、ヤクルトとしてはね今週かなり厳しいね戦いでしたけども、結果はね
全体的にはだから1勝3敗2分けか、ちょっと苦しかったね。でも楽天はね、しっかり勝ち越したっていうところは大きかったんじゃないでしょうか。さあ、ということで両チームのベストライン発表していきましょう。まずはパリーグから。ピッチャー日本ハム山崎福也、ザ二刀流。キャッチャー日本ハムタビア、もうベストライン確定でしょうかね、はい、ファースト日本ハムマルチネス、中日から移籍してよかったね、はい、セカンドロッテ小川、走攻守すべてにグッド、はい、サードソフトバンク栗原、全試合ヒット。ショートロッテ友杉、勝負強い。レフト日本ハム水谷、現役ドラフト万歳。センターロッテ高部、一軍昇格してから11連勝、初めて負けました日曜日、はい、ライト楽天小郷、交流戦のイベントでも言ってましたけども名前覚えられてますよ、目立ってますよ、はい、DH ソフトバンク今度さよなら男、はい、リリーフオリックスマーチャード、1勝1ホールド、そして被安打ゼロ、素晴らしい、はい、セリーグピッチャー阪神佐伯、連敗ストップ、無四球完封、グッドピッチ。キャッチャー DeNA 山本、オールスター確定でしょう、はい、ファースト DeNA オースティン、元気があれば打ちます、はい、セカンド巨人吉川、週間10アンダー素晴らしい、はい、サード広島小園、ボールは1つ、はい、ショートヤクルト長岡、ロッテキラー、はい、レフト巨人丸、週間10アンダー、吉川と2人で20本フット打ちました、はい、センター阪神近本、4番打者、はい、ライト巨人ヘルナンデス、アメリコルーゴ高校です、はい、DH DeNA 宮崎、グッバッティング通報、はい、リリーフ巨人高梨、グッリリーフ、はい、さあということでね、交流戦1周目終わりましたけども、あと2周で、まあ、まだまだね、セリーグは 1位と最下位までが7ゲーム差っていうところでね、まだどんどんね巻き返し可能だし、セリーグはちょっと、パリーグはねちょっと A クラスと B クラスが離れすぎてるからね、そこら辺ぐっとこの交流戦でね詰めていかないとなかなか厳しくなりますよっていうところで、交流戦総チェック1周目締めたいと思います。それでは2周目も戦って楽しんで皆さん頑張っていきましょう。それでは。